ビジネスのの基礎はどっかかでで学んだのですか無料のもんでも十分ででしょうか無料でビジネスの基礎を0から10とかまで段階を踏んで学べる場所っていうのは多分ないと思うんで私は誰かのインスタとかのビジネス系の発信とかなんて見ててもビジネスなんて理解できるには絶対ならないんで私がおすすめしてるのはやっぱり本ですねあとはそういうビジネスの有料のオンラインコンテンツとかを買って学びました私がビジネスを真剣に学んだのって2020年なんで3年前 前なんですよ3年前に初めてビジネスを体系的に本とかそのオンラインコンテンツで学んだけどそれまで2015年に起業してから5年間は本当に見よう見まねでやってたんで。 それでもね、いけるっちゃいけると私は思っちゃうんですけどね。無料はちょっとあれだけど、でも、オンラインコンテンツとか企業塾を買ってもいいとは思うけど、ちょっと買うまでではない、もうちょっと安くなんとかできないかなって思う人にはもう断然断然本がおすすめ。大体いいね、ビジネスのそういう本っていうのは、企業塾とかやってる人が出してるんですよ。ビジネスの本を出してる人って大体いい企業塾やってるんですよ。その人が企業塾で教えてる内容を、 本にまとめたのが1500円とかで売ってるっていうのが今の世の中なんで,で私だってね2冊目の本の内容とかって結構魅力覚醒講座で伝えてる内容だし今回3冊目の本に書いてある内容とかも同じように講座で伝えてる内容が本になってるんで出版社の編集者さんに本ってどうやって書くんですかとかどういう人が本出せるんですかとかって前聞いた時にやっぱ講座を持ってる人が講座の内容を本にすることが一番多いしそれが一番 作りやすいし内容も濃いんでっていう話をしてたんですよだからやっぱりその著者を探す時に特にそういうビジネスとか自己啓発系とか実用系の本って講座を持ってる人にオファーするんですってまずはだから結構本ってやっぱりね講座の内容になってるからまずは本読んでみてもらえたらという風うに思いますはい最初 <あっ S 1> のミオアクセサーの一番ビジネスのし勉強になってるありがとう 朝井さん手帳のおかげで少しずつ嫌なことをやめて好きなことをしていけている実感があり感謝しています。お仕事だけがなかなかうまくいかなくて続かず苦しい気持ちでいっぱいです。転職に出会い、つくヒントを教えていただけて嬉しいです。これ私の一冊目の方に書いてるんですけど、今自分がしている仕事の中から好きなこと、好きでも嫌いでもないこと、嫌いなことっていう ふうに、まず分けてみてほしいんですね。そういうふうに分けると、多分262ぐらいで分かれると思うんです。で、嫌な仕事を少しずつ手放して、その空いた時間をなるべく好きな仕事に振っていくっていうのが、もう一番簡単で確実なやり方なんで、 仕事に関しても嫌なことをやめて好きなことをしていくっていうのを意識するしかないんですよねだって転職といってもじゃあ何が自分にとって転職なのかって自分にしか分かんないじゃないですかじゃあどうやって転職見つけるのかって言ったらそれも結局今までしてきた仕事とか今持っている手持ちの仕事の中でこれは好きこれは嫌いっていうのを分けていってでその好きに当てはまることに費やす時間が多い仕事に少しずつ少しずつシフトしてていく。 っていう方法でしかないと思うんですよね例えばね私設計した時に好きな仕事がプレゼンとか自分の考えたこんな風で行きたいと思いますっていうのをプレゼンする仕事がすごい好きだったんですよプレゼンが好きで調査したり計算したりっていう仕事がすごい嫌いだったのね実際に図面を引く仕事が嫌いっていう致命的だったんですよそれで話す仕事が好きなんだっていうことに気づいて営業の仕事に就いたら営業って話すのが仕事なんでもう めめちゃめちゃゃ転職ですごいってなってでその後今もめっちゃ話す仕事してるじゃないですかで私はもともと話す仕事が好きだったっていうのを突き詰めたらどん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 転職になってったんですよねだからまずは何が好きかっていうのを今までの仕事の中で何をした時は楽しかったのかっていうのを明確にするっていうのがやっぱりね転職に就くのも一番早いんじゃないかなっていうふうにね思いますうん。